皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさてヤフーニュースのニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお伝えしますまずは国内ニュースです、えー、初雪続々東京も厚着必須の週末ということで本当ですね私も今日はコート着てあのダウンがインナーに入っているコートを着て はい、出かけました。はい。そうですね。はい。皆さん、お気をつけて。初雪もあるということで。はい。えっ、ー、と、岸田氏は SN、SNS 利用層に不人気という調査だそうです。はい。そういうことですね。そういうことですね。SNS の利用層って、もう今は、今じゃ相当広いんじゃないですか。<laughs> ほとんどの層に不人気と。はい。 なんかスマホを持ってない人だけに人気みたいなそんな感じですかねかわいそうに本当頑張ってくださいはいはい頑張ってください、はい、次前外相の政治団体、えー、政治資金でお土産を買ってくるということをやっているようですはいそれはいきませんねはい、はい、次母親違う国際ニュースです えー、ロシア、クリミアに海底トンネルの計画かや,や,や,やりやがりますね、ハマスと似たようなことをやってますね,、はいそうですねはい、次、イスラエル、パレスチナ人39人解釈放あ、人質交換ですね、はい、バイデン大統領、人質解放は順調。 ね、これをなぜアメリカが説明しなきゃいけないのかということですね。つまりアメリカの圧力でやっているということですよね、はい。次、経済ニュースです。高さ日本一、麻布台ヒルズの舞台裏いやー。土地の買収交渉にお金かかったでしょう、多分。はい、大変だったと思いますよ、私は。オートやコロワイドを買収で変化は、うん、株の集体としてはあんまりないんですよね。 私、コロワイドグループ3社の株を持ってるんですけど、大戸屋の株主優待は相変わらずなんですよね。大戸屋も株主優待出してほしいな。はい。株主からの意見です。はい。<laughs> 次、車のガラスに凍結、お湯 NG。はい、割れちゃいます。対処法は対処法は水をかけるんですかええ えちょっと待ってくださいね。え、はい。あエアコンによる暖気で温めましょうということです。お金かかりますね、はい。しょうがないですね。はい。音声 SNS クラブハウスの今と、競合サービスの出現などで話題を聞く場面も少なくなる。と ただ一部は使ってるみたいですね声優さんとかはいそうですねはいそういうことだそうですでネットを飛び出してオフ会とかもやったりしてるそうですはいまあミクシーだって生き残ってますからね別に潰す必要ないでしょねユーザーいるんですからはい次違法スカウト団管理に独自アプリ怖いですねそこまでやるんですねはい オープン AI をめぐる騒動、何だったのか、えー、これはですね、カリスマ経営者を追い出して、業績が悪くなってしまったアップルを思い出すと分かるでしょう。はい。<laughs> スティーブ・ジョブズさんの話です。はい。次、科学です。梅毒の患者、3年連続で過去最多更新です。風俗に言ってる皆さん、コンドームつけてください。はい。 風俗ににっている皆さんに限らずコンドームをつけましょう、はい、私、ピル飲んでるからとかっていうささやきに甘やかされないでくださいはい、はい、次、うつ病から復帰職場でできる支援いろいろあるでしょうねはいあんまり声をかけすぎないことは大事だと思いますね、今までの経験から言うとあと、その人がちょっとミスをしてもなんかまともに指摘しないことですね。はい あ、それでもいいよって済ませることも小さなことだったら大事だったりします。はい。私の経験なんです。はい。はい。私がまともに回答してしまったら、その人うつ病再発しちゃったんで、はいはい。まともに逮捕者してはいけません。はい。気をつけましょう。122匹の A、5時間ぐるぐる回る。ええ、A がですかうん、珍しいんでしょうね。はい。次。 えー、エンタメです。選手の息子と呼ばれ、山田裕貴、思い。いや、これはね、2世の人は背負わなきゃいけないものですよ。もう、それはもう、しょうがないと割り切るしかないです。はい。林太郎の妻、本郷アン奈が出産。早かったですね。もうそんなに時間経ったんですね。はい。えー、鍵山優佳、ヒロイン役で。 レンドラ出演。いや、この人知らないんですけど、まあ、おめでとうございます。はい。次、サッカー J1 速報、神戸対名古屋。これは言わない方がいいんでしょうね。次に進みましょう。圧巻、フォワード、南野が、パリ、SG 戦で、ワンゴール、ワンアシスト。いいですね、南野。いいですね。これはワールドカップの2次予選が楽しみですね。はい。次、パワハラか 安楽の契約交渉を見送りとのことです。そういうパワハラもあるんですね。交渉を見送るとか、本当大人って汚いな、本当に、はい。ということで今回の配信は以上となります。皆さんはどんなニュースが心に残りましたでしょうか。そうですね。私はですね、岸田氏は SNS 利用層に不人気というのが気になりました。 はい、これはとんでもないことだなと、はいそうですね、とんでもないことだなと、SNS を使う人はどんどん増えていくわけじゃないですか、もう岸田首相、もうね、もうこれ以上は言いません、はい考えた方がいいですよ、真剣に、はいいつも、いつも判断が遅い岸田さん、はい、ね、引き際って何なんでしょうかね。 ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。